はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アリュウです。さあ本日はですね、新パックで強化されました、魔剣デッキ、こちらをねご紹介していこうかなというふうに思っております。あのね、魔剣モンスターかなり追加されてましてですね、だいぶ強くなりましたね。エースモンスター、まず最初に説明するのはこの魔剣変化トランスグルミネっていうシンクロモンスター、これがかなり強いで、こいつ何するかっていうと、魔剣チューナープラスチューナー以外のモンスターで通常モンスターで作れるっていうことで、まあ、ちょっと条件がきついんで、あの魔剣デッキからしかあんま出せないんですけども、このカードは1のバトルフェーズに2回モンスターに攻撃っていう効果 と、シンクロ素材としたモンスターの属性が2種類以上だった場合にデッキから魔剣魔法トラップカードを、自分の魔法トラップ等にセットするっていう効果、これで、まあ、あのマクセアっていうこの融合にも儀式にも使えるカードとか、あとそれからカウンタートラップで魔法トラップカードを無効にするこのアンロックっていうこのカードをセットしていきます。で、3番目の効果、自分の墓地のいずれかのモンスターと同じ属性を持つ、モンスターが召喚特殊召喚成功すると、そのモンスターを破壊する。あのね、魔剣テストの属性をね参照するんですよ、自分の墓地ので。自分の墓地にそのいろんな属性のモンスターを貯めておけば、まあ、それだけ効果が強くなっていくっていう。で、例えばガレスベートだったらモンスター効果無効にできるし、トランスフルミネだったらさっき言ったように特殊召喚する効果を、特殊召喚したモンスターを破壊できるしっていう感じの、効果になってまして、あ、ちなみにアンドラビムスだったら、属性のモンスターをぶっぱーできます。そういうもこのモンスターたちを、まあ、エースとして、戦っていく感じですね。で、回し方は見ていただければ分かるんですけど、基本的には儀式の初動になってます。マンジコットとかあのデクララジバイナーが完全に入ってまして、アーディクも完全に入ってまして、まあ、この辺のカードたちを使って、高等儀式、打っていって、で、バトスバスターとかを初動にしていくっていう感じですね。で、チューナーなんですよ、マクテアルとかこのバトスバスターが。で、チューナーとチューナー以外がかなり並びやすいんで、ハリファイバーが出しやすいんですね。で、ハリファイバーが出しやすいんでハリアドンができて、ハリアドンから、今回は、ハイパーライバリアンサベージ、類キューピットムーブして、あの超雷竜までつな、げるムーブも組み込んでいます。まあ、こうすると結構その、まあ、ランクまでも割と戦えるレベル あのデッキになるかなと、思いますんで、早速ねちょっと回し方をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。あー、割と強そうじゃないこの反動。抹殺もあって手札誘発ケアもできて魔剣世界来てる。あ、これ結構強そうだな。まあ、とりあえず魔剣世界発動するか。まあ、とりあえずですね、まずバトスバスターを出すところから始める感じなんですよね、基本的には。あの、ゲシモンスターのこのレベル4のやつね。これをバトスバスター持ってきまして、そうですね、まあ、とりあえずこれ、まんじゅでいいか。まんじゅ召喚。で、効果発動。なんか儀式持ってきたいんだけど、ありますか？なんもない。で、強盗儀式を手札に加えていく。でですね、高等儀式発動しましょう。やっぱね、この高等儀式が相性いいね。あの魔剣は増殖する G は無理、増殖する G はもう全然無理、めっちゃ展開する予定だから、まあ、さすがに抹殺で抹殺効果、増殖する G を選択し、お客様ゴキブリ混入はおやめください。で、ですね、まあ、ここからはまあ結構誘発なければ意外とクソ理想ムーブができるんじゃないかなと思うんだけど、ですね、まずですね、バトスバスターを特殊召喚するの確定で、通常モンスターは正直なんでもいいんだが、まあでもこれ外鳥いるから幻のクリボンから、まあ墓地に属性いっぱい貯めるとね、その属性のモンスターの効果無効にしたり破壊したりっていうことができるテーマなんで、魔剣はだからまあ墓地に属性をいっぱい貯める必要があるんですよね。で、バトスバスターの効果発動、バトスバスターは、マクテアルを手札に加えていくことができて、でマクテアルの効果で、このターン通常召喚1回増える。で、ですね、マクテアル召喚する前にとりあえず1回ラドンしちゃっていいかな。これとりあえずハリファイバーいきますか。ハリファイバーを臨召喚、そしてハリファイバーの効果と、ハリファイバーの効果により、デッキからチューナーモンスター1体を特殊召喚。これね、やっぱね、チューナーなのがめっちゃ偉いんだよね。バトスバスターっていうモンスターもチューナーなんですよ。で、しかもちなみにこのマクテアルってやつもチューナーね。で、一応マクテアルはシンクロエクシーズにする場合は魔剣にしか使えないっていう効果あるんだけど、リンクスアイには何使ってもいいんですよ。なんかあまりにも優遇されてまして、ハリファイバーに使えって言われてるんですよね。めっちゃ強い。で、トークンを出していく。はい。でですね、1回ラドン効果発動して、デッキから源氏記を特殊召喚していきたいので、これで、オライオンを特殊召喚。でだ、
まずはハイパーライブラリアンを出していきましょう。リミッター解放レベル5、練習生ナビゲーションオールクリア、ゴー進化召喚、カモンテクチューナスハイパーライブラリアン。そしてオライオンの効果発動、オライオンの効果によって、トークンを特殊召喚していく。そして、墓地に存在するジェットシンクロンの効果発動、ジェットシンクロンの効果により、デクレラーディバイナーを墓地に送りながら自身を特殊召喚。そしてここでマフティアル出しちゃってもいいかな。通常モンスターじゃあマフティアル召喚するか。マフティアルを召喚、これさっきのジムシンの効果で召喚権増やしてるんでね、マフティアルの効果によって召喚権増えてるから召喚して、マフティアルの効果発動、墓地の通常モンスター一体を特殊召喚することができるんで、これで通常モンスターを特殊召喚で、レベル3のトークンにレベル1の、ジェットシンクロンをチューニング、シンクロ召喚現れろ。これが新規最強モンスタールイ・キューピッド、まあ、1個前だけどね、出てきたのこいつが。でルイ・キューピッドをシンクロ召喚し、ルイ・キューピッドの効果を発動、にチェーンし、ハイパーライブラリアンの効果も発動。こいつらもうハイパーライブラリアンでこのドローが加速するから、なんか上ブレフでを引き込めるんですよ、魔剣の。それがね強いところですね。でまあモンスターのレベルを上げましょう。でハイパーライブラリアンでワンドロー、これはあんまり意味がない。でレベル3のトークンにレベル5のルイ・キューピッドをチューニング、シンクロ召喚、大式竜よ、そのどう猛なる牙を銃弾にかうち抜け、シンクロ召喚、バレルロード、サベージドラゴン。そしてハイパーライブラリアンの効果、さらにルイ・キューピッドの効果を発動。ルイ・キューピッドの効果によってカードを、ここでまあ何をドローできるかなんですけど、これねモンスターで4以上のモンスターをドローできるとかなりやばいことが起きるんですけども、4以上のモンスターをドローしてください、お願いします。まあ、とりあえずネムシスコリドいいで、ライブラリアンでカードをドロー、4以上、はいゴミまあでもゴミでもないか、一応ライブラリアンリリースしちゃえばいいのかな。これねレベル4だとね、その手札のレベル4とねデッキの中のなんか通常モンスターでガレスベイトも出せるんですけど、レベル4が引けなかったので、まあ、マフティアル普通に発動するしかないか。マフティアル発動、通常モンスターがフィールド上に存在する場合は儀式召喚をする場合デッキのモンスターもなんか素材にできるっていうのがぶっ壊れ思ってまして、このカードでですね、デッキの中はこれ何でもいいんだけども、どうしようかな、水でいいか、炎か、炎だな、うららケアで炎とライブラリアンを墓地のクリガレスベートを特殊召喚、こいつは儀式召喚にせ使用した属性の、が2種類の場合、2種類以上の場合、モンスターのね効果を、墓地に存在するモンスターの効果を止めれるって、今闇と炎を使ったんで止めれます。でマックとやるとグリフォンを、使って新境召喚トランスフルミネで、トランスフルミネは属性2種類でシンクロ召喚しているとデッキから魔剣魔法トラップカードを魔法トラップゾーンにセットすることができる。で、アンロックは魔法トラップ無効です。で、最後になんか挨拶みたいな感じでネメシスコリドーの効果発動して挨拶みたいな感じでジェットシンクロン戻してネメシスコリドーを特殊召喚して手札でイカ実力の効果発動したからこいつを変身させる。で超雷竜を特殊召喚、オッケー、これがね最大展開ですね、今のところ俺の頭の中で、構築した、ハリアドンしてからガレスベイトのトランスフルミナ出すと。で今何が起こってるかっていうと、まずサベージなんで向こう1回で、超雷竜でサーチ向こうでガレスベイトでモンスター効果1回、なんか属性が墓地の属性の種類のと同じだったら向こうでトランスフルミネで、特殊召喚したモンスターが、墓地の属性と同じだったら全部破壊する。でアンロックで、魔法トラップ向こうですね。はい、これはどうでもいいか、一回それはスルー。このアンロックの効果が、魔法トラップカードを無効にした場合、属性フィールド上の相手フィールド上のモンスターの属性を墓地のモンスターの属性と同じにするっていう効果があって、でそれでなんか属性を変更してトランスフルミネで、破壊するっていうね、まあ、これもう普通にエアレイダー無効にしちゃえばいいんじゃない、これバレルロードサベージドラゴンの効果発動、
バレルロードサベージドラゴンの効果によるエアレイダーの効果を完全に無効にしていく。ちなみにこれだから全部で一応あの1、2、3、4、まあ将来類も妨害とか考えればまあ5妨害ぐらいあるんで、まあ相手の手札ほぼ死んでると言っていいでしょうね。上ブレルと負けんってこうなるんです。使いたくなったでしょ、ドロー。はい、なるほど。まあこれはまあ無効にできるんで完全に、そうですね、まあ何やってもいいんですけども、まあとりあえずそのまま殴ったら勝ちか。まずはトランス読みの効果発動して、一応マジックトラップカードをセットして、マクティアセットして、で全員攻撃表示ですね。でそのまんま召喚して、効果発動せずに一応バロネス出しますか。一応バロネスここか、こうだな。で、バロネス出して、でこれで何でも向こうが2回、モンスター効果向こうが1回、魔法トラップカードの向こうが、一応今手札もあるから、まあ、2回になりますね。で、バロネス効果で、マシンナズリフォーメーション、なるほどね、あの超雷竜あるから打てません。やっぱ超雷竜ってゴミやな。史上最強展開だったわ。これが魔剣デッキですよ。はい、対戦ありがとうございました。このラドリーちゃんがバトルフェーズに変身してくれるのめっちゃテンション上がるわ。まあこれも悪くはないな、悪くはなさそう。まあ、言うて魔剣世界でバトスバスター持ってきて高等儀式から動けるから、まあ、割と悪くないな。ちょっと魔剣世界発動しますね。魔剣世界効果発動、魔剣世界の効果によって敵から得点カード出てるのが出ていく。なんもない、まあ、ここはまずバトスバスター持ってくる。まずバトスバスターが儀式モンスターだからね、ここでまず儀式魔法と儀式モンスター揃えなきゃいけないっていうのが、まあ、ちょっと若干難しいところではあるね、うん。で、まあ、高等儀式打つ、まあ、これが一番強い本当に。通常モンスター墓地送れっから、これが一番強い。口頭でバトスバスター、打って通常モンスター墓地送ってマクテアルで蘇生っていう動きがね、あのそれが最強です。まあ、言うてこれ風ですからね、やっぱりね、まあ、不安ダリーズを意識していきましょう。基本的にはで、バトスバスターを特殊召喚して、バトスバスターの効果によって、儀式召喚成功すると、デッキから魔剣カード手札に加えることができるんで、これでマクテアルを持ってくる。これどうしよっかな。ラドンするのはさっきやったからな。なんかちょっともうちょっと純正の動き見せたいな。あのハリアドンムーブもちろんこれできるんですよ。まあ、マクティアルとりあえず発動して、でマクティアルの効果で、召喚権が増えるっていう効果を使って、まずマクティアルを召喚するじゃないですか。これちなみにまだ僕召喚権使ってませんからね。あのマクティアルの効果で召喚してるんで、召喚権を使っていなくて、でマクティアルの効果でグリフォンを特殊召喚していく。でだ、ガレスベイト出してシンクロとラドン展開はできるんだが、ラドン展開はできないか、一体足んねえな。まあじゃあシンクロと儀式でビートします。なんかガレスベイトトランスフルミネムーブの方が良くない、魔剣デッキなんだし。魔剣マクティアの効果発動。魔剣マクティアは、通常モンスターがフィールドに存在しているとデッキから素材を墓地に叩き落とすこともできるぜ。炎属性を墓地に送っておいて、でバトスバスターも墓地に送っておく。はい、そして、ガレスベートを特殊召喚。このモンスターは墓地の属性の種類と同じモンスターの効果が発動すると、効果を無効にするっていう効果を持っている。そしてレベル4の幻のグリフォンにレベル4の大魔剣マクテアルをチューニング、シンクロ召喚。あ、ちなみにこれは本当はハリアドンした方があの手札がいっぱい増えるんで強いです、多分本当はね。で、トランスフルミネの効果発動。トランスフルミネの効果によって魔剣アンロックを、セットして、まあ、カード1枚セット、エンド。まあ純正だとこんな動きになるかな、基本的には。トランスフルミネでなんか特殊召喚したモンスターのが、墓地の属性と同じだったら破壊するっていう効果と、あとアンロックで魔法トラップ無効っていう効果と、ガラスベートでモンスター効果を無効っていう、まあ、3妨害ですね。一応テラフォーミングは OK です。テラフォーミングは OK。 何デッキこれ、夢の街やめて、夢の街やねえや、謎の地図なんだこれ、何これ、大世界ゴールドゴルゴンダ、知らん、なんだこのデッキは。あ、スプリガンズか、
なるほど。ライトニングストームは無効にせざるを得ない。魔剣城アンロックの効果と、魔剣城アンロックは魔法トラップカードの効果を無効にし、破壊することができ、そして、破壊するとターン終了時まで相手の属性を変化させることができる。わかんねえな、スプリガンズ。わかんねえけど、まあ、とりあえず墓地にある属性にすればいいんですよ、こういう時は。まあ、なんでもいいな、これ。闇、炎、光、風だったら、これなんでもいいから。まあ、とりあえず適当になんか風からしとく。相手のフィールドの属性を風にして、でこれで、出てきたモンスターの効果を無効にするっていう効果と、出てきたモンスターを破壊するっていう効果がありますね。はい、でゴルゴンダの効果はわけわかんない。わかんねえ、昨日来たー、わかんねえ触ったことねえからわかんねえ。このデッキスプリガンズメリーメーカー、ほう、なるほど。そいつぶち殺したらいいですか。ちょ、わかりませんけど、これぶち殺します。一回一旦ぶち殺す。なんか起動効果だし、一回ぶち殺すか。トランスフルミネの効果と、トランスフルミネの効果により、出てきたそのモンスターを破壊する。風属性だからな。お前の属性を風に変更しておいた。我がテキストを書き換えたのだ。さあ、ガレス・ベイトさんの妨害効果残っていますが、相手は動けるんでしょうか。ガレス・ベイトさんの無効効果も残っていて、さらにトランスフルミネの破壊効果で相手を除去することができた。さあ、ゴー、あ、間違えた。金剣を発動。なるほどな。エクストラあんま使わねえな、デッキ。あ、6枚除外ね。了解。6枚除外して、金剣で何を引けるかな。スプリガンズブーティー。スプリガンズ、キャプテンセルガス、わかんねえ。全カード知らん。ちょ、今度スプリガンズ組んでみようかな。なんか、このデッキ楽しいの。強いかどうかは、置いといて、楽しいかどうか教えてほしいんだけど、このデッキ。楽しかったら組むの。セット、なるほど。エンド、はい、何もできないようですね。まあ、この制圧力があればね、さすがに、ね、何もできないことが多いよね。で、まあ、テラフォーミング発動して張り替えがいいか。テラフォーミング発動、テラフォーミングの効果により、デッキからフィールド魔法を1枚の手札に加える。テラフォーミング、マジで10枚ぐらい積みたいんですよね、このデッキ。まあ、その、この魔剣世界がね、本当にね、サーチカードとして優秀だし、その結局その マクテアっていうこのこれをセッ持ってくることもできるし、負けモンスターを持ってくることもできるから、結局魔法にもモンスターにも触れるんですよ、このフィールド魔法が。だこれがバカ強い、マジで。でデッキからこれはですね、まあマフテアルですかね。でマフである効果発動して、魔剣モンスターがいると召喚権を1回増やす効果を持っている。でマフティアルを召喚で効果発動、マフティアルの効果で、墓地から通常モンスターを特殊召喚できる。はい、増殖する G は全然無理なので、うらら、あ、うららじゃない、墓穴打ちましょう。無理、全然無理。お客様、ゴキブリの混入はお控えいただいて。下品ですね。で、墓穴で除外。で、墓地から特殊して、で、まあ、ハリファイバーですね。まあ、ハリファイバーですね。どうしたら融合するか。いや、融合した方がいいか。どうせ魔剣デッキなんだからちゃんと融合するか。マフティア発動だ。魔剣マフティア発動。魔剣マフティアの効果によって、フィールド上に存在するマフティアと通常モンスターをデッキから墓地に送ることによって、これで水属性を送れば完全に属性が揃うんじゃねえか。現れろ、アンドラピーベス。来た、打点足りてる。これ2800、3200、3200、足りそうだね。行きましょう、バトルフェイズ。これが魔剣だ、行けアタック、トゥトゥ。あ、ちゃんと魔剣ムーブできた。この動画採用だな。あーね、うん、まあそんなに誘発入れてないからさ、あれなんだよね、
先行取られるとまあさすがにって感じするよね。てかさ、冷静に考えてさ、ちょっとあの関係ない話なんだけど、この魔剣とはまあ、マスターデュエルって完全にランクマシングル戦じゃないですか。そのなんかシングル戦ではありえないリミットとかありえないカードいっぱい多分生きてると思うんですよね。永続トラップとか虚無空間とかさ、まあ、VFD であるとかそういうカードって結局そのマッチ戦でメタカードを入れられるからなんとかギリギリそのゲームが成立してるみたいなとこあると思うんですけど、なんかそのマスターデュエルってなんか知らんけど OCG より禁止カードいっぱい生きてるのに、なんでか知んないけどマッチじゃなくてシングルなんですよね。なんかいろいろおかしいと思いますね。なんかこの間の動画出しましたけど、VFD と勇者とデスフェニーとかなんか全部共存してますし、なんかあのバニティスペースとかもまだ全然ありますし、虚無あの直命とかなんかなくせしてシングル戦なんですよ。なんかさ、メタカードをさ、相手のその、まあ、デッキに対するメタカードを入れ替える隙ないのに、なんかドヤ顔で先行で虚無貼られて負けるとか、なんか理不尽すぎない？なんかすごい理不尽だよね。まあこんなこと言ってもまあしょうがないんだけど、なんかすごい理不尽だなって。だから、まあ、結論だから遊戯王神ゲー以上。これ完全にやばいな、この動き。やばいモンスター出るな。これ久しぶりに見たな。外国竜サイバーダークネスドラゴンはサイバーエンドドラゴンを装備することができて、これあれですかね、あの史上最強モンスターまでいきますかね。あーね、え、あのモンスター突破する手段俺なくね。え、サイバーダークエンドドラゴン俺突破する手段あんのかな。なくね。6000の何の効果も受けないモンスター突破する手段なくね。無理じゃね。え、全然無理だけど。そもそもドラゴンバスターブレード装備されてんじゃん。全然無理だわ、全然無理だったわ。お前おデュエルしろよ。こういうことよ。だからこういうことされるとマジで無理なのよ。もう勝てるわけなくね。ちょおいコナミ、マッチ戦なんか導入戦